写真提供、<www>. h t t p w w w a r c h h i r o s h i m a n e t 二の島学園は、広島県広島市南区二の島にある社会、福祉法人。養護施設と知的障害者施設が併設され、学園内に、広島市立二の島学園小学校、中学校と二の島学園高等養護部が、設置されている。 1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下によって、家族を失い、町にたむろする、戦災孤児、戦災不老児を教育者、森吉丸が引き取り、翌1946年9月広島湾、二の島に保護収容施設を開設したのを始まりとする。開設にあたり広島県や広島市に強く訴えかけ、島の北東部、山林を含む、 旧陸軍施設跡地を借り受け、職員と児童の手によって切り開かれて作られた。創立時の正式名称は、広島県戦災時教育所二ノ島学園と呼んだ。同式地内に、広島市立二ノ島国民学校分教場を併設し、学園生活と学校生活との一体化を目指した。戦後の急迫した社会状況の中、養豚、養鶏。 夏季の養殖などをして生活。1948年児童福祉法に基づく児童養護施設として認可され、1952年社会福祉法人二ノ島学園と解消。1966年には知的障害者施設高等養護部を併設。敷地内の二ノ島国民学校も1950年、広島市立二ノ島学園小中学校として独立し、 現在に至っている。開園以来の保護児童数は延べ3000人を超え、現在も120人余りの児童、青少年が在園している。長年にわたる児童福祉の貢献に対して2002年第11回ペスタロッチ教育賞が2007年には戦後設立された施設として初めて石井十字賞が贈られた。学園創設者森吉丸は 日本サッカー協会特別顧問、森健二、元サッカー日本代表監督、森光二の実父。戦時中、日本体育協会の職員として、広島市内に勤務していたが、原爆投下の直前、東京に転勤。原爆に合わなかったことで、生かされた命を、身寄りのない原爆孤児に捧げると決意し、同学園を設立した。 しかし1956年、黄金流用の権利で拘留されたことを恥じ、釈放後、公職の立場にあって子供たちに住まないと自ら命を絶った。ありがとうございます。